県内は今日未明に氷点下を観測するなど厳しい冷え込みとなりました。県内で大雪の恐れはなくなったものの、山間部を中心に雪が残っているため、積雪や路面凍結による交通障害に注意が必要です。県内は今日未明に最低気温が嬉野で0度、伊万里で 0.6 度など厳しい冷え込みとなりました。九州北部地方に流れ込んでいる寒気の影響で、県内では今日昼前にかけて山間部を中心に大雪の予報もありましたが、佐賀地方気象台によりますと大雪の恐れはなくなったということです。一方、明日土曜日にかけても厳しい寒さは続き、最低気温は0度、最高気温は4度と予想されています。引き続き路面凍結による交通障害などに注意が必要です。